素晴らしい演奏で思わずひょっとしましたけど、やってですね、じゃあ、ここからは、またインストルメンタルに戻っていきたいと思いますけれども、次、お送りさせていただきます曲は、ルート1666。あ、なんか喋る？はい、さっきブランデーを貸してあげようかと思いました。こうやってこうやってやりながら歌わせてあげます。もういいですかね。いいよ、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、次の曲は、ルート166、というようですね。これあのシカゴからサンタモニカへこうずっと約4000キロにわたって、続く道なんですけれども、行かれたことあるかお願いしますか。いらっしゃらない。私もない。私もないですよね。あの有名ですよね。こう66っていうあの道路標識。道路標識ってよく言わないね。道路標識はあそっか、そうですよね。そうですよね。はい。ユーフォ出るところですよね、あれ。あれ違いましたっけ？それはあれ上上上上上出るとこ。それは違うよね。あまりにも長いから。違いましたっけ？あ、すみません。あれはさ、違う。あれは多分違います。違います。ちょっと、はい、そういった映画を見せていいかと思います。1926年に設立されて、1985年に廃線になってる。廃線って言っても戦争に負けたいじゃないですか。こういうやつですね。こういうやつね。こういうこれ廃線。あ、それ廃線ですね、はい、つまんないですね。あの高速道路がねもうガンガンできて今廃線になってるんですけれども、一部通ることができるのと観光用に残されていますね。このルート66を彷彿させるような、ストレートなまっすぐな道と言ったことはありませんけれども、写真でしっかり見てまいりました。突き抜ける青い空と、これは何ですかね、砂漠の中も通るんですかね。素晴らしい道みたいです。ぜひ機会があったら、この景色を頭の中で彷彿させていただきながら聴いていただくとさらに素晴らしい曲になると思います。では、ここでその前ですね、しっかり忘れていました、ソリストを紹介させていただきますね。まずピアノ、小林さゆり。アルトサックス、マニア高明。これからいきます。この曲のソロですね。うん、この曲のソロ曲ですね。じゃあ注目していただいて、はい、はい、53小節目にありますから。あれ最初と最後じゃなかったですかね、ご紹介って。まあいきましょう。テナーサックスが河野です。トランペット村上仁。大丈夫ですか。大丈夫ですか。仲悪いですか。大丈夫です。トローモン阿部圭介。以上のソリスト、お送りさせていただきます。ルート66。1 2 1